どうも皆さん、こんにちワンダーランド、リリースしてツードロー、リュウです。さあ、今日はですね、アマゾネスプリンセス釈放、おめでとうございます。しっかりとケーキを務め上げましてですね、模範囚として、務め上げましたんで、リミット、ずっと2だったんですよ、今までは。釈放されまして、帰ってまいりました、アマゾネスプリンセス。ということで、今日は、アマゾネスプリンセス釈放記念、シャバに帰ってきたプリンセスを使ってアマゾネスデッキやっていきたいと思います。久しぶりに、今ねアマゾネス帰ってきたんでプリンセスがで、なんかすげえ強いんじゃねえかなと思っていろいろ試してたんですけどね、だいぶきついですねめちゃめちゃなんかレジェンド4くらいだったんですけども、もともとこの始める前はなんかすげえ試行錯誤して気づいたらレジェンド1落ちてたっていう、なんかね多分なんだけども、俺の組み方も悪いのかそれとも環境が悪いのかっていう話もあるんだけど、結構やっぱバック除去がやっぱりね多くなってきてるっていうこの環境で、あの前のモンスターが強いっていう環境になってまして、そもそもやっぱりまず、アマゾネスの吸収、これがやっぱね破壊される除外される、コズミックサイクロンとか、モンスター効果でもそうだけどね、バンバン除去されてしまうと、このカードがでリミット1なので1枚しかないんですよ。ジルドラスとか入れておくと、一応その墓地のカードをもう一回セットし直すができるんだけれども、そういうことがちょっときついと。コスミックサイクルが一応きついですね。終わらないマナ地獄にしていて、一回破壊されてももう一回戻すっていうことができるようにしてるんだけども、やっぱりね、コス災害が一番辛いかな、やってて思ったのは。で、あとは、単純にアマゾネスのモンスターたちの、特性として、今までもそうだったんですが、やっぱりその打点が低いと、アマゾネスモンスターたちは。だから盤面突破力、盤面突破っていうかモンスターを突破する手段っていうのが基本的にこういう罠頼りになるんですね。トラップカード頼りになるんですよ。で今までは吸収とかでやってたんだけど、これ除去されちゃうと、でやっぱりねモンスターを除去できる札がないときついかなと思って、もちろん分断とかでもいいんだけど、今フリーチェーンの破壊とかって結構流行ってるし、ドキュー部隊もそうだし、ライキリとかもそうだし、ブラックマジシャンなんかも最悪ですよ。ブラックマジシャンなんてものはね最悪です、あんなものは除外して魔法トラップ止めてくるからもうマジできついんですよ。そういうのがあってやっぱね、なんかそのアドバンテージをうまいこと1枚で相手のカードを1枚処理していくっていうことができないと多分ねきついと思ったので、やってて結構ね工夫して、例えばフレンドリーファイヤー、これもしかしたら最高21交換とかできるカードなんですよ。これ結構強いって言われていて、今実はこれぶち込んでる、旋風 BF とかにも刺さるし、あとブラマジのジンとかにも刺さるし、ナビゲートジンとかにも、刺さるし、結構ね刺さるカード多くてですね、これ入れてますと。であとは煉獄落とし穴で出てきたモンスターを処理してしまうと、そういうのがやっぱねそのトラップカードでも処理しちゃうっていうのが前をやっぱね一番強いのかなと俺は思っていて、でそういう風にやってるって感じですね。で底なしはめんどくせえ、モンスターたちをシンクロとかを止めていったりとか、埋めて、除去していったり吸収でっていうことで入れていますと。この辺はねいろいろやったんだけどね、分断とかも試したし、次元幽閉とかいろいろ試したんだけども、なんかどれもしっくりこなくて、フレンドリファイヤーとかは結構強かったかなと思ったので、これ3積みにしてそこなしもって感じですね。この辺はちょっと環境によって変えてくだらんかなって感じですね。で、アマゾネスのプリンセスから持ってくる用の意地と吸収は1枚で、やっぱりその吸収が破壊されたりとか除外されるとその除去手段なくなっちゃうから、前モンスターを除去する手段が、だからアマゾネスの秘宝とか入れてもいいんだけど、今回はモンスターで処理していこうと思って、ウィールダー、これレベル3入れた特殊召喚できる中7なんで、こいつと相性がいいと。なんで6シンクロとか出していったりとかね、できるし、もちろん4もいるんで7とかもできるんですけども、2いるから5もできるよ、ちなみに。で、もう一個、切り札、必殺の、融合呪品生物闇。これで、戦士族と合体してキャバルリー出すっていう、およそ全然アマゾネスっぽくない動きも、たまにできると、なんか強いなと思って、召喚権使うんで、あんま入れすぎると事故るけど、1枚ぐらいだったら入れてもいいんじゃないかな、みたいな感じで入れています。って感じですね。一応、ウィルダーとシンクロもできるしね、レベル3だから。そんな感じで、ちょっと、なかなか環境に、その舞い戻ってこれるかと言われると、ちょっとハテナハテナハテナみたいなとかあるけど、うざいはうざいんで、アマゾネスなんでね、早速ね、ちょっと復活したアマゾネスプリンセスをね活躍させていきたいと思います。デュエル。
スタンバイ。久しぶりだね。この、あ、来た、王女。ナイス。いいぞ。釈放されて、もうなんか、生き生きとね、生き生きと輝いています、このモンスターは。まあ、これはこうでしょうね。これもセットしますか。まあ、多分、外役系のモンス、あのデッキだと思うので、まあちょっと2体展開はね、相手の動き見てからって感じですよね。まあ、ラバーゴーレムっていう最強モンスターがいるんで、あのモンスター一応まあフレンドリーファイヤーとかあると結構破壊できるっちゃ破壊できるとか処理できるんで、まあ悪くはないんですけどね。相性的にはフレンドリーファイヤーがあるから、まあでもフレンドリーファイヤーも伏せてないので、ちょっと1回様子見でぶん殴っていきますか。一応アマゾネスの吸収っていうカードがあるので、なんかこういう戦闘で破壊できないみたいなモンスターいいじゃないですか。ああいうのはあんま関係ないですね、このデッキには。でバトルステップでアマゾネスの吸収の効果を使って、さあこれでそのモンスターは戦闘で破壊されずに除外され、あ、羽繰り棒 OK で、羽繰り棒は全然関係ない。2ターン終了していく。ラバーゴーレム一番なんだろうな。まあ、どこでラバーゴーを出させるかどうか、まあ、出させない方が一番いいんですけど、出させないで処理するのが一応強いんですけど、ちょっと多分闇のゲームなので、これだからとりあえずこれぶん殴り続ければいいっていう話があって、外野回転ってこれ使わないでいいんじゃないかな。だからぶん殴り続けるっていう、もうだから使わせるっていう相手のカード、それがね一番なんかね、これでライフ1200減らせたのは結構でかくて、これであとはなんかじりじりと相手の方がじりになっていくパターンがあるので、あとはそうだな、もうなんか俺ではあんまやることないね。これこのまま殴り続けた方がいいと思う俺。これセット、ああなるほど、無限にやっぱラバコが怖いんでね、無限にラバコが怖いんで、いやいいね、生き生きしてんじゃん。お前釈放されたからすげえ生き生きしてんじゃん、めっちゃ来るじゃん。一応ねその1がね永続トラップだからな、買い取るとOK。1がね永続トラップなんで、そこがちょっと大変っちゃ大変ですね。邪魔っていう1がっていうことたまにあるんで、1と吸収邪魔すぎてフレンドリーファイヤーとか伏せらんねえじゃねえかみたいなパターンもあるんで、あーそれはね一回底なしするか、底なしするか、底なしして、しあ出たー出たー、ダリーこれ300ダメージか、なるほどな、それダリーなー、そのカードめちゃめちゃめんどくさいな。なるほど、これアドバンスしに行くと底なしとか踏むんだよな多分。だからまあ一回これで殴りに行って、であいつも除外しちゃえば多分呼吸とか作れないから、で除外していく。ひたすらに底なし臭いんだよねあのカード、反応がないから。あの癖カード多分ほとんど底なし読みでいいと思うんですよね。だから多分モンスター出すときはもう本当なんか2対3対1に展開して殴れるときとかじゃないとちょっときついかなって感じ。まあ、ウィエルダーとか欲しいかな。だから一応フレンドリーファイヤーっていう作業カードあるんで、そこらしされても破壊できるんですよ自分のカード。だからそういうシナジーは一応ありますね。さあめんどくさい対決ですね、これ。めんどくさい王決定戦と言っても過言ではないと思います、この戦い。性格悪い王決定戦、アマゾンで性格悪いかって言われても、そこまで性格悪い王じゃないと思うけど。なるほどなるほど、これも使っちゃおうか。分断の壁使ってで打点下げてで300ダメージ痛い、300ダメージって300ダメージってでアマゾンの吸収で除外されていく。よし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 、闇のゲーム。じゃあの資料のいざないとかいうかの強えな。来た、これそろそろ行っていいね。じゃあこれそろそろ行っていい、この展開力が結構あるんで、ここで底なし OK、 底なしは全然いい。でフレンドリーファイヤーであのカードも破壊しよう、あの伏せカードを破壊しよう。はい、バチコン割っていく。それ何、自由解放、やべえカード入ってんな、やべえカード入ってんな。で終わらないわら地獄で、ちょっとダメージを抑えて罠地獄のダメージを抑えまして、でアマゾネス女王をアドバンス召喚していく。カイトロイドがあるんだよな、カイトロイドがある。でとりあえずバトルしていこう。カイトロイドがあるから一旦これで殴ってちょっと様子見て、カイトロイド使ってくれるかどうか。ああなるほど、でこれはカイトロイド使わざるを得ないよね、これはカイトロイド使わざるを得ない。 OK で吸収効果発動、頼む、もうやめてくれマリック様、もうやめてください。
もうデュエル終わりにしよう、もうデュエル終わりにしよう、いやあぶねー、地獄やこのゲームは。さあお相手の方は行くぞ、ユウさん、ユウさん、そろそろデュエルリンクスに実装されるのは僕だ。アンチノミがね、そろそろ来ますよ、そろそろアンチノミさん来ます。今21日なんですけども、明日にはねアンチノミさん来るんですよ。まあ、ちょっとあの実装される、何使用できるキャラクターになるわけじゃなくて、まあ、戦えるだけだと思うんですけども、セリフめちゃくちゃ楽しみだね。セリフめっちゃ楽しみだ。なんかパワーグラディエーターのシンクロ召喚工場とかめちゃくちゃかっこいいんだろうな。リミット解放レベル5とか言ってね。あれ本物聞きてえ、早く早く本物聞きてえんだけど。なんかセリフオンにしてさ、何全力でアンチノビー VS アンチノミーみたいなやってみたいんだけど、俺動画でめちゃくちゃ強いカード、そんなカード入っちゃってる。ただそのカード最強、俺の最強カードで処せるっていうの知らないっしょ。なるほど、一回アマゾネスプリンセス召喚していく。でプリンセス効果を発動していく。さプリンセス効果によってアマゾネスの吸収、これも一応出しとくか、これも出しとこう。アマゾネスの吸収を手札に加えていくぞ。さあレイサーのチェーンか、なんだこれは。吸収の効果で一応呼吸とか処せるので、やっぱ呼吸とかそっち系のなんか破壊耐性めっちゃあるみたいな、ホームラガミとかああいうのにはまあそこそこ強いですけどね。まあ、シラヌイはもうバックすぐ破壊してくるから、土球とかでだからちょっとそれがねきついんですけども、コセットしてコックセットして、シンクロ召喚する必要ないね、これ普通になんか次のターンでいいや、殴るのこれでもうコンセントとかシュッとされたら知らんわ、それ知らん。あの一番ねやばいのはね、あのアマゾネス王女がワンパンされるっていうアマゾネス王女ワンパン事件が発生するときが一番やばいんですよ。だからそういうときはもうフレンドリーまで自分のアマゾネスプリンセス殺すっていう意味わからんプレイングとかしないとライフなくなっちゃうんで、それね見極めが大事、自分のやっぱね1200ってやっぱ相当きついからね、その今この環境で打点1200はさすがにきつい。さあコキュートスさんは私処せるんで全然なんとかなりますね。コキュートスパイセンは全然なんとかなる。ディーバも全然いい、ディーバもそんなに別に関係ないかな。ディーバは今、まあ、出てきたところで多分まあゴシンクロするかぐらいでしょ、多分ゴシンクロするか、まあ、じゃあコキュートス巻き込むってこともあるけど、そしたら一応8シンクロとかできるのか、8、9、10、11シンクロとかできるのか、一応でもそれはさすがにしないと思うんだよな、すんのかな、これゴシンクロしてくるだけじゃないかな、レベルコピー系ですかね、これレベル上昇とかレベルコピーとかそっち系のレベル系の操作スキル系だと思うんだけども、さサンサーラ、なるほどサンサーラか、ほう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 、面白いデッキですね。なるほどですね、水属性シンクロデッキ、まあ、僕も結構水属性シンクロ系のデッキ好きなんで割といくつも触ってるんですけども、クジラとか入ってたりとか結構いろいろ組み方あって面白いんですよね。ギョギョギョドロー、あーフレンドリーファイア強いな。そしたら一回サイコビールダーシンクロしに行こうか、シンクロしに行こうか、シンクロしに行っていいねこれ。なん6、7、8、8入ってないから、5か6か、5か6、パルキオン意味ねえからな、無流なくていいんじゃないかな、パルキオンあんまり意味ないと思うんで、多分トラップカードほとんど入ってないと思うんですよね、あのデッキ。まあ、入っていたとしても、まあ、シーステルスアタックみたいな感じだと思うから、で、サイコウィールダー破壊して、違う、こちらない、サンサール破壊していく。さあ、2300以下のモンスターを破壊できる。で、サンサールが破壊されると、死者蘇生できるんで、相手か自分の墓地からモンスターを特殊召喚するっていう効果を持っています。サンサールさん。サンサーラさんね、この効果は意外と強いんだよ、自爆特攻して相手の超強いモンスターパクるとかもできるんで。ウィールダーか、なるほど、ウィールダーは別にいいか、ウィールダーは別にいいか、他になかったんかな、6のやつが多分。データなるほど、これは捨てちゃ
ていいか、戻す必要ねえもんな。戻す必要性、ライフポイント削りきれないから戻す必要性ないか。あー、コストは確保しとくか。ブリューナけど別にいいや、殴りきれないんだったら普通に殴りに行こう。でこれでぶん殴っていく、バチコリ殴っていく、まあ、そのフィールドは除外しないから大丈夫だよ俺の雑誌、俺のカードやし。で吸収発動していく。で吸収でバトルフェーズ中に手札よりアマゾネスモンスターを特殊召喚、現れよアマゾネスクイーンよし、どっか行けお前は、どっか行け、消え失せろ。効果の対象にならず、効果では破壊されないらしいですね、そのモンスターは。バイバーイ。つえーつえー、これだけだけど、つえー、アマゾネスの吸収強い。やっぱ吸収って強いわ。吸収って強いけど、吸収すぐ破壊されるし、すぐ除外されるわ。ランク戦ね、やっぱね、コズミックサイクロンとかめちゃくちゃあるんでね、即座にね、吸収とか目の敵みたいな感じで吸収除外されるんでね、もうなんかバレないかなと思ったんですけどね、もうこの段階ではもうアマゾネスなんてみんな知らんから、もうバレないかなと思ったんですけど、意外とバレますね。これはもう3000はさすがに生き残るんだろう、さすがに3000はさすがに生き残ると思う。なんかあのバカみたいな、何召喚獣からの、アレイサコンセントみたいなことされなければ多分ね生き残ると思うんだよね。オッケー、中層兵か、なるほど。でサルベージ、サルベージ強いな、サルベージか。これチューナー破壊しちゃえばいいんじゃないかな。フレンドリファイア、今召喚権が今使って、もうチューナーが次これで回収したやつを出したところで4シンクロしかできないから、4シンクロしかできないなら結構強いと思うけどな。4シンクロしかできないんだったら多分この盤面は突破できないとは思う。ちょっとブラックロードとかされるとねもう地獄みたいなことになるんでね、あれですけど、まあ、そこは全然いいです。それは全然いい、それは全然いい。 OK バトルフェーズ OK、 よし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  OK、 トラ OK、 トラ OK、 トラ OK でアマゾネスの吸収でどっか行ってもらう。 OK、 あぶねー、これは行ったろ、これは行ったわ。アマゾネスめちゃくちゃめちゃくちゃ、アマゾネスめっちゃむずい、無言でやりたい。さあお相手の方、進化した最強ドラゴン、やべえ殺意めっちゃ高いんだよなっけ、あのデッキはなんかアマゾネスの吸収みたいなモンスターいますからねあのデッキにもアマゾネスの吸収みたいなモンスターいるんで、王女引いた、で王女召喚していく、ねアマゾネスペットタイガーを特殊召喚していく、よしよしよしいいぞ、そうだな。そしてアマゾネスの意地持ってくる、いいよいい感じ。ただ注意しないといけないのはマジで殺意が高すぎるんで、まあでもアマゾネスの吸収あるから多分なんとかなると思うんだよね。ブルーアイズもなんだなんだ、お互いに除外みたいになるからさ、ワンパンされなければ安いから。でサイコイルダーを発動しなくて、でカードしますセット、カードしますセット、バトルフェーズ入っていく、でぶち殴っていく、ぶち殴っていく、でアマゾネス、あじゃあアルマデス、アマゾネスじゃねえや、アマゾネスみたいな名前してんなお前、アルマデスでもうぶん殴っていく、あと残りライフポイント500、 OK、 多分ねアマゾネスの吸収があればねなんとかなると思うんだよね。調和の法則、あー強い、伝説の白石やばいぞやるじゃないか、やるじゃないか、カイバーやるな、カイバーいいぞ。ちょっともう3ターン目か、あまりまずいな、融合手段加えられるのか、極主アマゾネスの吸収発動、アマゾネスの吸収を発動、吸収発動、いやこれ生きるよね、これ生きるよな、これこれ生きないこれ1200、2300、いやでもなんか4500、融合、いや融合、ちょ2体まででしょ、2体まで、ただもう2体2体だと まずいのか、700と2000、3体、いやでも除外できる、除外できるから除外、あ待って、あやばいことに気づいた、あえこれってもさ、これ効果発動できるの、目をブルーアイズってこれ効果発動できないってことない、この後にアルマルスが戦闘したから、うわー最悪や最悪や最悪
最悪や最悪や、もうお前殺意高すぎんだよな。もういい加減にしろよお前。